私が磯田康雄、これですね。はい、70歳になりました。今日 あのサムネイルどうでしたか。ちょっと今出してみますかね、これ。今ね、あの、コピーライティングの練習というか勉強もちょっとしてるので、コピーライターっていうほどのもんでもないねんけども、で一応作ってみましたっていうのは困難だっていうことで、これどうですかねって皆さんということで、評価、自己評価いきますよね。はい、自己評価。まあこんなもんじゃないですか、70点ね、うん、どうですか。まあいう、まあこれはちょっと前置きなんだけど、まあちなみに私は70歳になってますけどね、66歳の時に、大学へ行きまして英語の勉強を始めまして、1年目で英検準1級合格、3年目で英検1級にも合格しましたということで、まあこの動画を作って、まあ皆さんと一緒にこう英語力を高めていこうという目的でやっております。でね、今日は何の話ということなんですけど、最近ちょっと何人かの方から質問が来ておりまして、まあこの質問この動画で取り上げたら一番いいだろうなと思いまして、こういう3つの質問が来ております。最初はね、辞書の使い方、これが初級の方なんですけどね、辞書の使い方ちょっと教えてよということで、それと2番目がね、文法の勉強法っていう方で、まあこの方はまあ、準1級を目指されてるのかな、そういうような方のからの、お便りです。それからもう一個は、まあほぼ同じぐらいのレベルの方から、喋り方の話ね、例えばもう私大体一番大事なのはインプットですよと、たくさん読みたくさん聞くいうのはこれが一番大事ですよと、それに重点を置いてくださいねと、喋ろう喋ろうなんてしなくてもそんなにいいんですよって言ってるけど、どうやったら喋るようになるんですかという、まあ、あるいは喋り方の勉強ってどういうふうにしたらいいんですかというようなことが3つ質問が来ておりますですね。はい、いうことで、ちょっと答えていきたいと思います。答えていくっていうか、まあね、私の体験で私ではこういうふうにしてやってきましたよって、それでまあここまでのレベルまで来れましたよっていう、そういう話なんですけどね。それ本題に入る前にちょっとおとついの続きがあるんですよ。おとついの、いや、おとつい言うたでしょ、覚えてます。まあもう私職業柄、職業ないねんけど、無職やねんけど、職業柄こんなことやってるから、いろんなこの英語関係の方からのこの、コマーシャルといいますか、推薦といいますか、こんなことどうですか、こんなんどうですかって言うて、まあ話が宣伝やね、宣伝が来るんですよ。でその宣伝の中に、リスニング、まあリスニングはまあ私もいろいろ苦しんでて苦しんでて今も一生懸命やっておりますけども、まあそのリスニングの、1ヶ月800円のコース、月額800円がたった100円ですよっていう、それめちゃ安いやんで、ね、ちょっともうこれは騙されたつもりで乗ってみようって言ったやつね。どういうかな、週に1回、そのテキストというか、なんかアサイメントが来て、で、まあ、10分間ぐらいのこう、なんか文章書いた後読み上げて、で、質問が3つついてるという、そういうやつですね。ですから週、それが4回来て、で、たったの100円、安いでしょ、1回どうですかってなことで、つい、フラフラフラっと言ってしまいました。はい、で、その結果、結論先に言います。はい、もうこれは100円の価値もないよね、と言いたいですよね。まあ、ただね、初級者なんかの場合はこれで100円やったらいいなと思います。まあ、A4 年にして1枚ぐらいの紙の読み上げて、で質問が3つついてるということですからね、まあ、初級者だったらそういう、教科書として漢字で使って、読み上げてくれて、で自分も読んだりいろんなことできますのでね、まあいいんじゃない。100円、まあ100円だったらね、それで文句言ったら罰が当たるでしょと言いたいですよね。で、まあ、上級者にはね、はっきり言ってちょっとまあレベル低いし、それに量そのものもあまりにも少ない量ですよね。ですからちょっと、で、まあ、上級者ってなったらもうね、ただでなんぼでもこう YouTube のいろんなさまざまな英語を聞けるし、Amazon.com のアマゾンプライムかでももうね、大量に聞くことができるわけだから、こんなものに100円払う必要はないっていうことになりますけれども、まあそれはその人 のレベルとか考え方によるなと思います。一概にこれが全然ダメな教材とかそういうふうには思ってませんのでね、たまたまそういう状態だというので、ですから初級者はまあやったってこの値段だったら罰は当たらんでしょうということです。はい、まあそれが、おとついの話ですよね。で今日の話に入っていきます。辞書の使い方ということで、この方は初級の方で、あまり辞書なんて使ったことないんだということで、PC の辞書とか、それからスマホですか、あれの辞書なんかは使いますけどもという話で、こういう電子辞書の使い方どうするんですかということで聞いてこられてます。電子辞書の使い方は特別あるわけではありませんけれども、
まあ、一応この紙の辞書もねありますよね。でね、まあ、これ私になりますけど、例えばねこれもう見てくださいよね。これこんなもんね、この老眼の私に読めるわけがないんだね。もうこれ無理なんだよ。これじじいさすぎて持ってるけど、まあ、持て余してる。で電子辞書のねいいところはやっぱり一発で単語が出てくるってことなんですよね。それはもう私らみたいな紙の辞書でごちょ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 やってた時のもう時間のロスをものすごく省いてくれるという良さです。それと携帯の良さであちこち持って歩けるという良さですよね。さらにもう一個言いますと、音が発音全部やってくれるんですよね。これもう全部の発音やってくれます。ですからもう非常に重宝してますということですね。でまあ携帯が音が出てくる、音というか発音も出てくれるということでありがたがってます。でまあ、ただねこの電子辞書の欠点というのがありまして、それは何かといったらね、辞書を読むのがものすごく不便、読むというのはね本を読むようにという意味ですね。この紙の辞書ですとね、普通の本を読むように読めるわけですよね。まあ、例えばね、まあ、一番もし熱心にやるんやったら A から始まったら全部やるっていうのが一番読み方としては完璧なんだけど、まあ、そこまでやらなくてもね、時折好きなページを引いてザーッと読むということができるんですよね、紙の辞書の、辞書の場合は。ところが電子辞書の場合はそれやろう思ったらもう本当に任意の場所を開くっていうことすらできないですよね。指定しないとその場所が出てこないですよね。だからこういうふうにして紙の辞書だったらパラパラっとぎゅーっと今日はほんならこの辺ちょっと読んでみようかなっていうことができるという、この良さはね大きいですよ。でまあこれは和英辞典なんだけど、私は時々そうやって散策するような気持ちでこっち読んだりあっち読んだりするということで紙の辞書を使っておりますね。でまあ電子辞書はそういう形で携帯の便利と発音と一発で出てくるという良さで、それとねこの場合英語専門にできてるやつですから、英辞典とどっちも弾けるんですよ。いつも私英和で弾いてますけども、用例を調べたいときはねその同じ単語にしておいてそのままスイッチで切り替えたら英辞典になるんですよね。これ確かロングマンかなんか入ってるんですよ。でそれでやったらものすごい大量の例文が出てくるんですね。でそういう良さ、それと英語での説明が聞けるというそういう良さがありますね。でそれ以外にもまたいろんなこうおまけいっぱいついてて、これ使い切れないぐらいのおまけがあるというそういう良さがあります。でただ3級までの目指してる方でしたね、単語の数そのものがものすごく少ないしね、教科書なんか読んでたらまあそう特にあれだけのレベルやったらそんなにしんどいこともないと思うんですよね、単語の量から言いまして。ただこれがね中級とか上級になってきて、例えば準1級やったら7000語ぐらい覚えないといけませんしね、1級でしたら1万2000から1万4000語ぐらいっていうことができたらもうどうしても単語帳とか辞書っていうのは筆形のものになってきますね。ですからまあそのレベルに応じてということなんですけども、まあ筆家として特別複雑なことも何にもないですよね。それがまあ紙の辞書と電子辞書の違いで使い分けておいけばいいなというふうに思っております。でそれからもう一個英文法の勉強してるんですけど、まあ私がよく勧めてますのはこれですのでね、それでやってるんですけど、どうですかというようなどういうふうにしてやったらいいんですかっていうこと言われてるんですけども、まあねざっとやりながら大体の、概括を掴んでいただきたいんですよね。でそれとやはりこういう問題集、まあ、文法のね問題集っていうのもやらないと、単に読んで分かっただけではなかなかこうはっきりと納得できるような状態にならないんですよね。で今こういう問題集ね本屋さん行かれたらね大学受験用の文法の出てます、たくさん出てます。でそれ非常にいい内容でものすごく整理されてて分かりやすいんですよね。ですから単に読んで理解するだけやなしに、さらに使えるようにするために問題集と両方やられるのはいいですね。でただね英文法をやる前に知っておいてほしいんですけど、まあ3級レベルではなかなか難しいかと思いますけど、2級とかね準1級目指される方でしたら英語の全体像というのをまずきっちりと掴む必要があるんですよ。でただそのことを言うてる人ってのは非常に少ないというか、まだほとんど私見たことないんやけどね、一応ちょっと紙に書いてきたんですけどね、こういう風になってるんですよ。まあちょっと説明しますとね、英語ってのは一番その根底に存在したのが実践っていうのがあるんですよね。で実践の上に成り立ってって、でその一番のコアっていうのはこのここである SVO なんですよ。つまり主語から対象物に何か働きかけていくっていう、
これが一番英語の一番根本にある考え方なんですよね。でそこから5つの文型っていうのはまあ、ご存知、これはほとんどの文法書の最初に出てきますよね。5つの文型っていうのは出てくるんですよね。で重要なのはそれは時制の中で展開していくっていうことなんですよ。でさらにただ英語でね非常にもう細かいごちゃごちゃしたことがあるんですけど、それ何かというと数なんですよね。でこの数の概念というのは非常に英語では重要です。世界を絶えず数で見ようとするんですよ。でまあ単数であるとか複数および、単数とか複数にならない抽象形という形ですよね。で単数は冠詞のあと結びついていきます。でだはそれを指し示すだなんですよね。でその場合の対象っていうのは別に単幅とか抽象であっても構わないんですよ。でこの指し示す冠詞っていうのは日本語にほとんど一応ないんですけど、まあそれに似たものはあるんですけども、でこの冠詞に慣れていただくっていうのが大事なんですよね。でまあただね、監視の本でいっぱい出てるんですけども、そういうのってね規則的に、例えばこっちはですよ、こっちはザーですよというなんかマトリックスみたいな書いたような、ああいうのってねあんまりいいとは思わないんですよね。でそれでまだ本質的なこの監視のことを書いた人もいるんだけれども、ちょっと長くなってしまいますけれども、それを一回読まれたらいいと思いますね。それとあとこの英語ってのはこの SVO で動きますけれども、これが一方通行じゃないっていうことなんですよ。普通はこれなんですけど、これ反対に表現しなければならないことが出てきて、それが受動態って言われるものなんですね。で、ですから通常は能動態なんですけども、それを逆さまにした受動態、そうすると今度は時間の中でも反対の流れが発生してしまうんですよね。ですからここで時間の流れと動作の流れと意味の流れという3つの流れが逆転する場合が出てくるんで、これがちょっとややこしくさせてしまっていることなんですよね。でそれとあとは前置詞と助動詞っていうのがあるんですよ。で前置詞っていうのはね、これ5つの文型だけではね細かいことは表せないですよね。かなり荒っぽいですよね。で方向性とか範囲とかを限定していくのに前置詞っていうのがいります。でこのね前置詞っていうのは慣れないとなかなか微妙で難しいんです。ただし前置詞ってねいつも活躍するのは10個ぐらいなんですよ。ですからその10個ぐらいだけをきっちりマスターしておいてもらったら、あとのね残りまだ全部で25、6個あるからあるんだけれども、そんなはもう非常に用途が限定されてるし使う頻度も低いんです。だからもう厄介なのはその10個ほどの前置詞をきっちりとしてイメージとして描けるようになって、この形にはこの前置詞がぴったり表現したいのに合うなっていうところを獲得していく必要があります。それがこの前置詞に敏感になるということなんですよね。でこれはねたくさん読んで一個ずつ前置詞出てきたら必ず、あこの時は to なのか、この時は of なのか、あこの時は on なのかというのをね絶えず意識的に見ていただいて、on の働きとか at の働きとか for と to の違いっていうのを獲得していくしかないんですね。でさらにもう一個言いますと助動詞っていうのがあるんですよね。この助動詞っていうのはね大体このレベルを決める、100% 断言できる時もあれば、そうかもしれないよなとか、そういうような場合、あるいは弱めるため、あまりにもちょっときつい、どうしても英語って非常にきつい表現になるんですよ。このダイレクトに喋りますので、この構造が、ね、非常にダイレクトな構造をしてますので、かなり日本人の感覚で言うとかなりきついです、英語っていうの感覚はね。だからそれを、彼らもそれを感じておるわけですよ。つまりね、英語にはね目上目下ってのはあんまりないんだけれども、それでもやっぱり彼らだって何かこう頼まないかん時ちょっとへり下っていく、ちょっと持ち上げるという、こういう微妙なこのバランスの取り方をする必要があるんですよね。で、そういう時にはやはり活躍してくるのは助動詞なんですよね。これをうまく使い分けることによって、柔らかく頼む、あるいはへり下っていくとか、そういうことができる形になってて、これも助動詞では慣れていただかないといけないんですけど、大体これらで全体として成り立ってるのが英語空間なんですよ。であと細かい文法規則がそれにいっぱい付随してくるんですけども、要するに大きなこういう構図を描いてほしいんですよね。でこの構図の中で進んでいくから、このビッグピクチャーさえ持っていたらそう迷子にならずに済みますし、それなりに使えるようになっていきます。ただねやっぱり相当たくさん読んで、あるいは聞いて、あこういうことか、あ
なことでこういうことになるのかというのを納得するようにさせるためには、やはり大量の文献に接していく必要があるんですよね。簡単なことではありませんけれども、その意識的にそういうふうに持っていってほしいです、読むときにね。で、あと喋り方の勉強をどないしたらええねんと、インプットばっかりね、やってて、アウトプットは宴会になって、宴会に行くんだけど、どういうふうにしたらいいんですかっていうふうに聞かれるんですけどね。喋るのってね、大量にインプットして、この構図が分かって、それを、単に頭で分かるということはなしに、体感して、もう文法というのを意識しなくても、文法的に正しいっていう感覚が身についてしまったら、はっきり言って自然と喋れちゃうんですよね。言語ってね、人間がどうやって獲得したかっていうことなんだけども、多分進化の中でもう初めから獲得できるように我々の構造として出来上がってるってことですよね。例えば喉が渇いた、水が飲みたくなるように、別にその誰に言われてなくても喉が渇いてくるというのように、言語というのを我々は吸収し、ものにできるようなものが最初から備わっちゃってる、生まれながらにして。だからそんなに心配されなくても、大量に入れていったら、その感覚的に分かるようになり始めたら、これ喋っていっても比較的正しく自然に喋れるようになっていきますね。で、そのためにはやっぱり相当勉強していただかないと、単にこのね、おしゃべり、ネイティブと、1時間5000円かなんか知らんけど、しゃべって、それをずっとやっていったら、自然と身につくって、そういうふうにはならないんですよね。それは言語のちょっと不思議なところで、我々はもうすでに日本語という言語を獲得してしまってますよね。で、これ獲得してると、ある種、これがアイデンティティって言って、今で流行り言ったら、イミューンシステムみたいになっちゃってるわけね。だから、外部の言語体系が入ってきても跳ね返して入れないんですよ。つまり日本人としてのアイデンティティっていうのがあって、それはもう言語によって形成されちゃってる非常に強い建物みたいなもんなんですよ。だからそこへ外国語を入れてきても全部跳ね返されて獲得できないんですよね。普通にいくら自然にやってもできないんです。だからこれは意図的に絶え間なくやって、理解してこれを獲得する練習によって獲得していくという、もうそれしか方法がないです。だから1級になるまで7000時間かかるわけですよね。そんな自然にシュッと入るんだったら、もうそんな7000時間もかからないし、プロとして立ちたいと思っておる方だったら1万時間かかりますよね。で、大体これ1万時間かかるということなんですよ。それだけのものを自分のものとして、いわゆる自家老中やったから忘れちゃったな。で、自分で自由に使えるようになるためにはね、それだけの訓練が必要だということなんですよ。それに到達してしまったら、全く自然に使えるわけですね。ですからその過程ではやっぱりなかなかね、うまくいかないんだけれども、もうとにかく絶えず入れながら喋るで、そしたらだんだん自然と喋るレベルもだんだん高くなっていきます。入れれば入れるほどね。で、それをやっていくしか他に方法はないですね。はい、いうことで、本当に申し訳ないけど、やっぱり語学というのは非常に時間がかかるんでね。例えばね、日本人が発音悪いって言うよね。ものすごく発音の綺麗な人もいるけどね。で、その発音のね、邪魔をしてる一番大きな要因は何かって言ったらね、やっぱり日本人であるっていうことなんですよ。やっぱり日本人であるってことは捨てきれないんですよね。捨てきれないんですよね。例えばね、あなたの前に、英語人でもう完璧な日本語喋る人が来たとしますよね。いや、私の友達もおるんやけどね、英語人でもう完璧な日本語喋る。ああなるとね、その、何人か分かんなくなっちゃうんだよな、こっちからしても。本人も分かんなくなると思うんだよね。本人に聞くとそういうようなこと言うてましたね。一人の女の子、アメリカ人の女の子やけども、本当に完璧。もうそれ、だから私なんかいつも接してて、もう分かんないんですよね。で、もう一人の男性の、その子もものすごい日本語うまかったけど、聞いてたらね、やっぱり日本語でしょっちゅう喋ってますよね。そうすると今度ね、母国語が下手になるって言ってるんですよね。で、それぐらい、つまりアイデンティティが入れ替わっちゃう、そういう状態になってくるんですよ。ですからそれを阻止するために人間のアイデンティティっていうのはもう非常に固い構造をしてるっていうのなんです。だから日本にしてあるっていうことを捨てないと、英語使いの堪能なものにはなれないんですよね。もっとも完全捨てちゃったら、そもそもそれ何のためにやってんだっていう、そういうもっとより哲学的な深い問題が
もっと上級者には出てくるわけですね。はい、いうことです。まあしかしそこへ行くまで道はまだまだあり、道のり長いですからね。まあ頑張っていきましょうということで、今日の話はちょっと複雑になりましたですかね。まあまたこれからちょっとぼちぼちおいおい解きほぐしながらいきますので、まあまたわからんことあったら何などコメントでも入れていただいて、あ、まあいいねと思ったら押していってくださいね。いうことで、ほんであのメルマガもやってますので、まああの今日の話でも言い足りんかったとことかそういうのを書いていきますので、そちらの方の登録もよろしくお願いします。ということで、今日は天気久しぶりに良くなってきましたけど、万歳ということで、よいしょー。